あと、お前が好きだ。お前に鎧の巨人を継承してほしくないから戦士候補生になった。俺と結婚してずっと幸せでいるために、お前に長生きしてほしかった。何言ってんの。俺は巨人になっちまうかもしれないから、もう言い残すことはねえ。